オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供、フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。2018年も残すところあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。忙しい師走の時期だと思いますが、体調など崩されてはいないでしょうか。フランス365は今年1年フランスに関する様々なニュースを扱ってきました。この番組ではアンサンブルアンフランセが運営するフランス情報サイトフランス365に掲載された最新ニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介する番組ですが、今回は2018年激動のフランスニュース総集編をお伝えいたします。それでは最後までお聞きください。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それではここから2018年激動のフランスニュース総集編をご紹介いたします。2018年は度重なる自然災害やフランス国鉄、SNCF やエールフランスなどが行った大規模で長時間にわたるストライキ、学生闘争やメーデーの抗争、最近では黄色いベスト運動による暴動など激動の1年でした。また、著名人の訃報も報じられ、次々と大スターが旅立った1年でもあります。一方で、FIFA ワールドカップでフランスが20年ぶりの優勝を飾るというフランス全土が湧き上がるような嬉しいニュースもありました。自然災害や異常気象。今年は異常気象や自然災害が頻発した一年でした。1月には数日間続いた豪雨の影響で、パリのセーヌ川が危険な水位に達し、ルーブル美術館やオルセー美術館などが収蔵品を避難させるなど対策に追われました。また、2月には記録的な大雪がパリを襲い交通機関が麻痺。7月には記録的猛暑でローヌ地方では38度を記録。10月にも大雨でオード県で大規模な洪水が発生するなど、自然災害によって多くの被害が出ました。市民の生活に大きな影響が出たストライキ。フランス国鉄改革法案に反対するために、3月22日木曜日に始まった SNCF のストライキは、その後7月まで続く大規模なゼネラルストライキへと発展し、市民の生活に大きな影響が出ました。また、同じ時期にエールフランスも、パイロットや地上及び機上係員の賃上げをめぐってストライキを起こし、2018年上半期はストライキと共にあったと言っても過言ではありません。過激化したデモ。2月15日に大学生の学業成功と進学指導法 ORE ウィダル法が可決されると、フランス各地の大学で学生闘争が活発化しました。パリのソルボンヌ大学では学生と機動隊が激しく衝突するなど、フランス全土での被害額は100万ユーロ、およそ1億3200万円を超えると発表されました。5月1日のメーデーでは、マスクをつけ、黒い服に身を包んだブラックブロックスと呼ばれる1200人の集団が商店を破壊、車に放火するなどの破壊行為を行いました。記憶に新しい黄色いベスト運動は、11月14日から
毎週末フランス各地で行われている燃料税引き上げに対する抗議デモですが、パリのシャンゼリゼ大通りや凱旋門付近では暴徒化した一部のメンバーが凱旋門内部を破壊、商店や車に火をつけるなどの破壊行為を行い、甚大な被害が出ています。2018年はまさに過激化するデモに始まり、デモに終わる一年でもあります。続く著名人の訃報。今年は著名人の訃報が相次ぎました。1月には夢見るシャンソン人形で日本でも大人気を博したフランスギャル氏が癌のため70歳で死去しました。8月、世紀のシェフと言われ、ミシュラン史上最も多くの星を獲得したフランス料理界の巨匠、ジョエル・ロブション氏が膵臓癌のため73歳で亡くなりました。9月には、日本に本場のフランスパンを普及させ、日本でフランスパンの神様と呼ばれたフィリップ・ビゴ氏が病気のため76歳で亡くなりました。また、同じく9月、ジャック・パルメールシリーズの生みの親、ルネ・ペティオン氏が、長い闘病生活の末、72歳で亡くなりました。10月、世界で最も有名なシャンソン歌手の一人で、シャンソンの至宝と呼ばれる、フランスの大スター、シャルル・アズナブール氏が、アルピーユの自宅で94歳で死去しました。11月には、映画、男と女の主題歌の作曲家として有名なフランシス・レイ氏が86歳で亡くなりました。巨匠の相次ぐ訃報にフランス全土が涙しました。FIFA ワールドカップ優勝。暗いニュースが続く一方、7月15日日曜日には FIFA ワールドカップ2018ロシア大会の決勝戦が行われ、フランスが4対2でクロアチアに勝利し、1998年フランス大会以来20年ぶり2度目の優勝を手にするという嬉しい大ニュースが飛び込んできました。フランス全土が数日間歓喜の渦に包まれました。フランス国旗が街中にはためき、フランス国歌ラ・マルセイエーズが鳴り止みませんでした。心温まるニュースも。5月には、パリ18区の集合住宅の5階のバルコニーから、男の子が落下しそうになっているところを、ある男性が、バルコニーを伝って5階までよじ登って助けたというニュースが、フランス中を駆け巡りました。その男性は、マリから来た、当時、不法移民のマムドゥ・ガッサマ氏で、後に滞在許可証が交付され、さらに、消防士として採用されるという、嬉しいニュースが続きました。ガッサマ氏が自らの危険を顧みず子供の命を救ったというニュースは、人々の心を温かくするだけではなく、移民に対する国民の感情が動いた瞬間でもありました。では、ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。それでは、お聞きください。Compilation des nouvelles françaises les plus marquantes de 2018. L'année 2018fut une année agitée, grève répétée à grande échelle et de longue durée de la SNCF et d'Air France, lutte étudiante, émeute récente causée par le mouvement des Gilets jaunes et aussi des catastrophes naturelles à répétition. De plus, cette année a aussi été marquée par le décès de célébrités. D'autre part,
il y a aussi eu une bonne nouvelle qui a fait vibrer la France toute entière, la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Catastrophe naturelle et climat anormal. Cette année a été caractérisée par des conditions météorologiques exceptionnelles et des catastrophes naturelles fréquentes. En janvier, la Seine à Paris a atteint un niveau d'eau dangereux en raison de fortes pluies sur plusieurs jours. Il a fallu, entre autres, évacuer les œuvres du musée du Louvre et du musée d'Orsay. De plus, en février, de fortes neiges atteignant des niveaux records ont frappé Paris, paralysant les transports. Le mois de juillet a connu une canicule record, avec une température de 38 degrés enregistrée dans la région du Rhône. En outre, le département de l'Aude a subi de nombreux dégâts à la suite de grandes inondations. Des grèves qui ont beaucoup affecté la vie des citoyens. La grève de la SNCF a débuté le jeudi 22 mars afin de s'opposer au projet de loi sur la réforme des chemins de fer nationaux français et s'est développé en une grève générale à grande échelle qui a continué jusqu'en juillet, ce qui a eu un impact important sur la vie des citoyens. Également, au cours de la même période, Air France est également en grève, réclamant des augmentations de salaire pour les pilotes et les employés au sol et à bord. Par conséquent, il n'est pas exagéré de dire qu'il y avait des grèves pendant tout le premier semestre 2018. Une manifestation radicalisée. Le 15 février, la lutte des étudiants est devenue active dans des universités de diverses régions de France lorsque la loi Vidal a été adoptée. Cette loi est pour l'orientation et la réussite des étudiants, ORE. À la Sorbonne de Paris, entre autres, des étudiants et des policiers anti-émeutes se sont affrontés violemment. Le montant des dommages sur l'ensemble de la France s'élevait à plus d'un million d'euros. Ensuite, le 1er mai, un groupe de 1200 personnes appelées les Blocs Noirs, vêtues de vêtements noirs et portant des masques, ont détruit des boutiques et incendié des voitures. Encore tout frais dans nos esprits, le mouvement des Gilets jaunes est une manifestation contre la hausse de la taxe sur les carburants
et a lieu tous les week-ends depuis le 14 novembre. Cependant, à Paris, près du boulevard des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, des membres ont détruit l'intérieur de l'Arc de Triomphe, des magasins et des voitures, causant de graves dommages. 2018 a donc commencé avec des manifestations radicales et se termine également par des manifestations. L'hécatombe chez les célébrités. Cette année, de nombreuses célébrités sont décédées. En janvier, France Gall, qui a gagné en popularité au Japon avec Poupée de cire, Poupée de son, est décédée à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. En août, Joël Robuchon, un maître de la cuisine française qui a remporté le plus grand nombre d'étoiles de l'histoire de Michelin et qui est considéré comme le chef du siècle, est décédé à l'âge de 73 ans du cancer du pancréas. En septembre, Philippe Bigot, qui a popularisé au Japon le pain français authentique, aussi surnommé le dieu du pain français au Japon, est décédé des suites d'une maladie. Également en septembre, René Pétillon, le créateur du personnage Jacques Palmer, est décédé à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie. En octobre, l'un des plus célèbres chanteurs de chansons françaises du monde, la grande vedette française, Charles Aznavour, surnommé l'icône de la chanson française, décède à l'âge de 94 ans, dans les Alpilles. En novembre, Francis Lai, célèbre compositeur de la chanson thème du film Un homme et une femme, est décédé à 86 ans. Cette année, les Français n'ont pas arrêté de pleurer la mort de leur star préférée. La Coupe du Monde de la FIFA. Alors que les mauvaises nouvelles se poursuivent, le 15 juillet, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 a été organisée et la France a gagné contre la Croatie 4-2. Cette deuxième victoire, 20 ans après la Coupe qui s'est déroulée en France en 1998, fut une excellente nouvelle pour la France. La France entière a frémi de joie pendant plusieurs jours. Le drapeau français flotte dans les rues et l'hymne national français, la Marseillaise, ne cesse de retentir. Sans oublier les nouvelles réconfortantes. En mai, un homme a sauvé un garçon qui allait tomber du 5e étage de sa résidence au 18e arrondissement de Paris en escaladant les balcons jusqu'au 5e étage. Cet homme, nommé Mamoudou Gassama, venait du Mali et était clandestin. Par la suite,
un permis de séjour lui a été délivré et il a été engagé en tant que pompier. Cette nouvelle annonçant que Monsieur Gassama avait sauvé la vie d'un enfant sans prendre conscience du danger a non seulement réchauffé l'esprit des gens, mais a aussi permis aux gens d'avoir de l'affection vis-à-vis des personnes issues de l'immigration. セバスチャン先生、ありがとうございました。フランスにとって激動の2018年が間もなく幕を閉じようとしています。2019年は一体どのような1年になるのでしょうか。これからもフランスの今を追い続けていきたいと思います。2019年が皆様にとって良い1年となりますように。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブル・アンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。